こんにちは、デリッシュキッチンです。パックのままつくねを作ります。細ネギ2本は小口切りにします。鶏ひき肉 200g は塩コショウ少々を振り、薄力粉適量をまぶし、なじませておきます。フライパンにごま油大さじ1/2を入れて熱し、鶏ひき肉を入れ、塩コショウ少々を振り、薄力粉適量をまぶします。中火で加熱し、焼き色がついたら上下を返します。蓋をして弱火で7分ほど蒸し焼きにし、酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、おろしにんにく小さじ1/2を入れ、タレと絡めます。取り出したら食べやすい大きさに切り、器に盛り、白いりごま、細ネギを散らして卵黄を添えたら完成です。